はい、燃料の燃焼による窒素酸化物 NOX ね、NOX の発生を抑制する方法として誤っているものはどれかと。はい、炉内燃焼ガスの酸素濃度を高くする。燃焼温度を低くし、特に局所的高温域が生じないようにする。高温燃焼域における燃焼ガスの滞留時間を短くする。排ガスの一部を再循環して燃焼用空気に使用する。二段燃焼法によって燃焼させる。はい、誤りはどれでしょうか。考えてみてください。はい、いかがでしょうか。答えはですね、1番の、炉内燃焼ガスの、酸素濃度を高くするが誤っているんですね。まずですね、この窒素、ね、窒素っていうのは基本的には、あまり他と化合しづらい、まあ、くっつきに孤高なやつなんです。ぼっちまあそういうやつなんですね。なのでこうあんまりこう避けることはしないんですけども、ただですね、この辺こういうとこ高温域、すごい高温だとさすがにね、いろんなものとくっつきやすいわけですよ、ね、ほっとけばあれなんだけど、こういろいろ高温にしてあげることによってくっついちゃうわけですね。でなのでもう局所的な高温域が生じないようにしたりだとか、ね、高温になってる時間をなるべく短くしてやろうっていうね、こういうふうにすることで抑制できる、ね、まあ、減らすことができるわけですよ。でその他の対応策として、そもそも窒素と酸、窒素が酸化したから酸化物なわけですね。だから酸素を減らしたらいいじゃん、ね、だから必要に燃焼に必要な完全燃焼をするだけの酸素は必要なんだけども、あまり無駄に高濃度にしないと、そういうふうにすると抑制できるねっていうことなんですね。だからこれは違うんですよ。で酸素濃度を無駄に高くしすぎないために排ガスの再循環、ね、燃えたやつを一部再循環して燃焼用空気として使用したりだとか、二段式燃焼法とかね、こういうことをわざわざやってるわけですよ。もうこれも結構ヒント問題に近い、この排ガス再循環とか二段燃焼法とかが頭に入ってると、こういう工夫わざわざしてんのに濃度高くしてどうするみたいなね、もうここで答え書いてあるよぐらいな感じなわけですよ。という感じで、窒素酸化物の生成してでしたね。本当にもう足りなきゃ足りないで不完全燃焼したりして面倒なのに、高くしても面倒っていう、もう本当にやるせないというか、はい、まあ余談はどうでもいいですね。はい、というわけで窒素酸化物の抑制の話でした。